What's that sound? Hello, 288です。Today's topic is library, 図書館です。Objectives 見ていきましょう。1個目。You will learn about the best libraries in the world. 世界の best library を見ていきます。そして You understand descriptive adjectives. 何かを描写する形容詞ですね。を見ていきます。そして You review the grammar rules of adjectives. 形容詞を見ていきます。そう、今回は library なんですけど、語源見てくると、その libro っていうのは本っていう、スペイン語でも libro ってね、本。li は場所。本の場所が図書館です。li がつく場所は他にも、gallery とか、factory とか、bakery、nursery、全部 li は場所ですね。で、図書館の定義を見ると、a library is a place where many books are kept。まあ、シンプルに言うと、多くの本がキープされている場所のことを library って言うんですね。で今日は University Library、Library 図書館、大学図書館を紹介します。1個目、University of Oxford、オックスフォード大学のボドリアン・ライブリー、超有名ですね。こんなにでっかい、伝統的な、トラディショナルなものがあります。これも中を見てみると、かなりゴージャス、ゴージャス・ライブリーですね。さらに、歴史があるので、Historical Library とも言います。次に、University of Sheffield、イギリスの北の方にある大学です。ここ24時間の営業なんですけど、モダン。かなりモーダンライブラリーだったり、ここにはシャワーもついてたりしますね。それではベスト5ライブラリー2020を見ていきたいと思います。まずナンバー5、バティカンライブラリー、ローマ、ローマにあるバティカンシティにあるバティカンライブラリーです。そして次がイェールユニバーシティの図書館、イェール大学って広がりましたね。ナンバー3、リーディングルームブリティッシュミュージアム、大英博物館の、ロンドンにある大英博物館のリーディングルームというのです。そしてさっきのボドリアンライブラリーはオックスフォードですね。そしてナンバーワン、ライブラリーオブコングレスっていうのがワシントン DC にあります。ということで、今見てた形容詞っていうものをいっぱい使ったんですけど、気づきましたかね。形容詞っていうのは Adjectives of words that gives more information about a noun、 ある名詞に対してより情報を加える。 And can go in different positions in a sentence、 文章のいろんなところに行きます。今日は限定用法って古い図書館、図書館を説明しているのが古いですね。なので Old Library、 これが限定用語と言いますね。なので前から説明しておく Adjective Noun、 これが今日のトピックです。 Adjective、 はい、 Library を修飾する形容詞いっぱいあります。 Old とか Beautiful とか Public、 公共の、そして Local、 地元のとかね。で、こういう形で終わる形容詞いっぱいありますね。 AR とか Able とか How とか Food、 こんな形で終わる形容詞知ってますか皆さん。まあ、みんなが知ってる単語を見ていくと Popular とか Visible、National、Powerful、Careless、Delicious、Native、 これ全部 Adjective です。で、Adjective の使い方には順番があるんですね。なので、量、意見、サイズ、温度、年齢、形、色、期限、材料っていう風に覚えていくのが大変なんですけど、具体的な例を見ます。赤いボールは Red Balls、 同じですね。2つの赤いボールは Two Red Balls、 そして2つの赤い木のボール2 red wooden balls なんですけど、日本語は結構自由に入れ替えていいんですけど、英語には規則がちゃんとあります。で、ここで丸いって入った時ね、 2 round red wooden balls、 2つの赤い丸いボールなのか丸い赤いボールなのかっていうのが、まあ、ミソになってきます。で、英語は形が先に来ます。皆さんちょっとこれ見てください。皆さんもし男性だった場合どっちありますか。で、日本人、日本語の文化で育った人っていうのは多分こっち行くんですね。男性だったら色の重視、色が重視されてます。ところがウェスタンカントリー、イングリッシュスピーキングカントリーの人の場合は形重視するってことが、まあ、ある諸説ありますけど、そういうデータがあります。なので英語の場合は色よりも形重視です。日本語の場合は形よりも色重視ってことが分かります。なのでここだけ違うんですよ。色と形が大事で、形が先に来ます。日本人は色を先につけたがるんだけど、形が先に来るってことだけ覚えておくと、まあ、スムーズに形容詞を並び替えることができます。で、実際にトイレっていうのを Google で調べてみると、トイレのサインで調べてみると、英語で調べた場合はやっぱ色よりも形の白黒のやつが結構出てくるんですね。ところが日本語でトイレ標識って調べるとかなりカラフルになってくるということも面白い現象の一つですね。なので、このトイレの色っていうのは日本特有のものだと思ってもらってもいいかもしれません。あと大事なのは、描写するときに、ある物体、描写したいもの、物体を遠くに置いて、客観的な視点から主観的に持っていくっていうのが結構有効です。まず、遠くになんか丸い2つのものあるなっていうときには、2つの、そして
赤い、よく見たら木のも木でできてた。うどん。ということで、遠くから見てだんだん近づいて描写していくっていうのが有効かもしれない。その時気をつけなきゃいけないのが色と形が逆になっているところですね、日本語とは。というところを気をつけて見ていきましょう。今回のオブジェクティブを振り返ってみると、We will learn the best library in the world、そしてDescriptive adjective を理解する。最後に Review the grammar rules of adjectives。 以上でした。 Thank you for watching. See you next time.